です。見どころ満載。いらっしゃいませ。おはようございます。今日はウィングデーです。今日ねロータスめっちゃ走るんで、この動画見て楽しんじゃってください。よろしくお願いします。さすがさん、おはようございます。今日はよろしくお願いします。今日はですね、ウィングカップに参加してもらったりとか、ライトウェイトチャレンジに参加してもらいますけれども、よかったら今日、皆さん、どうですか？どうですかね。いや今日初めてここを走るね、この車で。初めてです、初めてです、初めてなんで、今日はあの皆さんの後についていこうと思って。今日はスリーイレブンがいるんで。そう、屋根ないグループ、屋根ないグループ初走行です。ウエさんも屋根ないっす。屋根ないっす。屋根ないっすよね。2回目なんで。2回目なんで頑張りたいと思います。そう、2イレブン、スイレブンとか3イレブンがいるので、今日は楽しいと思いますので、ぜひともこのまま動画お楽しみください。どうですか、ウィングさんがやってるイベント。最高です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 。欲しい言葉を言っていただきました。ありがとうございます。、はい、こんなにロータスが集まってるイベントないので本当楽しいです。ですよね、はい、で車屋さんがね、なかなかこんだけのイベントってないじゃないですか。はい、そうです。ですよね。全国のロータスオーナーの皆さんにですね、こんだけ楽しんでるんだよっていうところを見せてくださいね。はい、わかりました。皆さんご安全に楽しんでください。はい、加藤さん、おはようございます。ダメですわ、今朝からトラブルで。そうなの、なんで。バッテリーが2、3日前からエンジンかかんなくて、バッテリーが死んでるかなっていうのは充電のミスかなと思ったんですけど、ダメですね。2時間ここまで走ってきてもエンジンかかんなくて、ちょっと今どうしようと思ってます。本当ですか。はい、かかりはするんで。じゃあ大丈夫。大丈夫です。かけさえすればいいけど。大変お世話になってる。いや、とんでもないです。今日は熱い走りを見せてくれますので、こうご期待です。はい、頑張ります。いつもお世話になってる加藤さんです。リハビリなんで、よろしくよろしくお願いします。今日はレースでした。そうですね、ウィングカップもう優勝候補です。いやいっぱい整備させていただいております。頑張ってください。しょうちゃん、はい、今何やってるの。これね、バンバン走ってる。そう、これね、ウィングオートのウィングカップやってます。で、この予選で次の決勝のフリップが決まります。見どころ満載。ちょっと走る人のやつだね。そうそう、しょうちゃん来たよ。慣れない車でね、苦戦しました。苦戦した。すごい苦戦しましたね。フロントが全然食わなくて、そうなんですか。ケツが出るんで、なんか2コーナーでスピンしちゃって一回コースアウトもしましたね。でも5秒台前半で決勝に向けての、ありがとうございます。いやー、本当4秒出したかったんですけどね。もう一歩足りません。コンマ2秒だったね。コンマ2秒ですね。そうなんですよ。まあ力を覚えずで、あの決勝も、あの大したもんですよ。慣れない車で。僕見ててね、やっぱすごいスピードで行くじゃないですか。怖くないのかなと思ってね。1コーナーがやっぱ怖いですね。怖い？ブレーキ合戦みたいな。そうですね。突っ込んでいかないとタイム出ないもんで。あれがやっぱ怖いですね。でも楽しいですね。楽しかったですね。楽しかったですね。まだ改善のやつがいっぱいあるんで、これから煮詰めていきます。じゃあ中野さんの出番ですね、これからは。はい、そうですね。頑張ります。はい、また頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。加藤さん、お疲れ様です。どうでしたか。去年よりも全然走れました。ねえ、1年の成長が感じられました。自分で言うのもなんですけど。ねえ、はい、やっぱ気持ちいいもんですか。いや、怖いですよ。ですよね。はい、僕は怖いから練習するんです。ここなんか多分まだ全然突っ込めるんだけど、手前からブレーキ踏んじゃいます、怖いので。はい、万が一と思っちゃう。ロータスは十分楽しんでますか。はい、もうすごく楽しんでます。これしかない。はい、あとはもうこれより上はあのエキシーズの S1 とか S2 とかエリーゼで、それ以上はないと思いますね。はい、やっぱ楽しい車ですね。そうですね。はい、ちょっと楽しみ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
こんにちは。じゃあ逃さないぞ。天気も良くてねえ、はい、楽しんでますか。楽しんでます。最高はね、ちょっと暑くなってきたけど。そうですね、雨降るよりは全然いいかな。走りました。僕はもう見学なんで。見学、はい、のんびりしてます。はい、ありがとうございます。こんにちは。いらっしゃいませ。あ、誰かと思えば中野さんじゃないですか。そうです。ウィングオートといえばナイトロン。はい、ナイトロンといえばウィングオート。はい、五十嵐さん、ナイトロンのサスペンションの素晴らしさ、今日お客様たくさんつけて見えますけど、はい、どこにありますか。日本で組み上げてるので、やっぱり自由度の高さが一番の売りだと思います。そうですね、フルオーダーですから、あとは彼の腕ですね。お客さんの走り方とか使用状況に合わせて作ってもらえるの。もちろんです。皆さんそうやってやってますか。今日30台ぐらいつけてますけど、うん、全部違います仕様は。はい、そんなに細かくできるってこと。そうです、そうです。素晴らしいね。見てください、もうきめ細やかな。人相に出てますよ。出てる。アップよく人相わかるよ。前にね、はい、ちょっと並んでますけども、はい、なんかいろんなタイプがあるの。ワンウェイとかスリーウェイとかいろいろあるんでしょ。ワンウェイ今日持ってきてます。スリーウェイになるとホースでこうつながるタイプになります。あ、なるほど。調整する範囲が広がる。そうですね、サーキットとか、うん、そのタイムを詰めるような走り方するんであれば、うん、スリーウェイの方がいいと思います。なるほど。調整できる幅がすごく広がるので、スリーウェイの方がいいと思います。街乗りもしてサーキットも走ってという方だったらワンウェイの方がいいと思います。なるほど。悩んだら中野さんにご相談。悩んだら中野さんと。はい、ぜひ。こういうお兄さんで選挙できるよ。ありがとうございました。今日は来ていただいて、はい、プロドライバーとしてこの Vlog XC に乗ってみてどうでしたか。まず車はもう見た目から軽いじゃないですか、はい、で乗っててもすごく、まあ、見た目以上にあんまり軽さ感じなかったとかいう意見と全く違って、めちゃめちゃ軽さ感じて、まあドライバーとしたらめちゃめちゃ乗ってて楽しい。もうブレーキもすごく奥行けるし、でステアリングも切れば切るほど曲がるし、まあ発行したというよりはちょっとフォーミュラーカーに近い感じの、はい、ドライバーが攻めて楽しい車だから危険性が全くない、はい、ありがとうございます。やっぱレースカーに乗られてた本人たちはやっぱそっちの方に近い感じはありますね。そうですね、そのすごい速いスピードが出てすごいブレーキ止めてって走りじゃなくて、まあ正直トップスピードはあんま出ないけど、そのスピードを保ちながらコーナーに入っていく一番スリルなところを味わえるし、で、まあ、遠赤とか乗ってもグリップが逃げないから、まあ、本当にサーキットを走るにはかなり楽しい車じゃないかなと思います。ありがとうございます。もうこの車はプロも絶賛で、プロが乗ってももうレーシングカーと言われる車なので、ぜひ試乗車も準備できたらいたしますので、よかったら遊びに来てください。はい、ありがとうございます、はい。